さ、ハードルの高さ上がりまして、男子の決勝レースを迎えます。こちらも予選準決を勝ち抜きました8名であります。県高校記録14秒08、大会記録は14秒29となっております。それではその精鋭8名を内側から順に紹介してまいりたいと思います。第1レーン、菅原直人君、慶応工業。第2レーン、市原京介君、東海大浦安。第3レーン、吉野健太郎君、鳴門。第4レーン、野口直人君、西武大千葉。400ハードルの優勝者、チャンピオンであります。第5レーン、竹吉大輝君、市立船橋。準決はただ一人14秒台。第6レーン、土屋徹君、千葉黎明、2年生です。第7レーン、菊池翔馬君、西武大千葉。そして第8レーン、常吉圭介君、千葉黎明。さあ、素晴らしいレースを期待いたしましょう。男子 110m ハードルの決勝レースであります。やはり 3.9 でしょうか。強い向かい方でありますが、それでも14秒70が一瞬出ておりましたが、これは好タイムです。さあ、どうぞこの8名に大きな拍手をお願いいたします。高校中学時代からのライバル関係にあります竹吉君、そして野口君、そして鳴門は吉野君といったところでありましたけども、さあ14秒71は竹吉大輝君、市立船橋高校。なんとなんと向かい風 3.9、 この風の中では相当な記録であろうかと思います。もう14秒台の前半の好タイムだったと思います。そして西武大一番野口君、4波も出ました、4系も出ました。マイルリレーも決勝は出るんでしょうか。多種目にわたって活躍をいたします野口君も好記録でありました。さあ